小石器は明治5年1872年に旅館として開業。犬飼剛や井伏鱒二ら政治家や文化人に愛されました。1990年の廃業後は企業や個人が出資する運営会社が飲食や物販で事業を担いました。しかし老朽化する建物の維持管理が難しいことから事業継続を断念。2020年に府中市が購入してから修繕を続けてきました。この日は来月からの料亭機能を担う日本料理店北岡の北岡道夫店主を中心に料理を振る舞う記念イベントが開かれました。料亭は来月3日からスタートします。水日曜祝日で運営し完全予約制です。北岡さんらによる懐石料理が振る舞われるということで料理のみの価格は1万3000円を予定しています。提供料理にはテーマを持たせます。ごぼうや米など府中市産の食材を使うほか、小石器を愛した文豪井伏鱒二にちなみ魚のマスを府中味噌につけた品などを予定しているということです。この後北岡さんらによる料理が振る舞われました。招待されたインフルエンサーら10人が風情ある趣とともに一品の料理に舌鼓を打ちました。おいしい。この日の料理はイベント用に提供された料理で来月からのものとは異なりますが、八寸には府中産のアスパラや椎茸、ごぼうが。リゾットにも府中市上下町の四八米が使われるなど地元食材の魅力も堪能したようでした。ドキドキとワクワク でやっぱり皆さん期待しておられるんで、その期待に応えられるようなお料理を作っていきたいですね。多くの文化人らに愛されたビンゴのシンボルが再び蘇ります。